どうもジョーのシューイチです。今日はですねカラーコレクションとグレーディングの違いについてですねお話をしていきたいんですけどもあのまあ映像クリエーター映像とかを作っているとですねこのカラーコレクションとかグレーディング、まあ、そういった言葉をですね目にしたり耳にしたりっていうのがですねあるかなぁとは思うんですが結構ですねこの2つの言葉って同義語、まあ、同じような言葉としてですね使われたりっていうのが多いんですけども。 実はかなり違います今日はですね、まあ、その違いについて実際の映像を見ながらですね解説をしていきたいなと思ってるんですけどもあのこのカラーコレクションとグレーディングの違いについてですね、まあ、知ってても正直違いなんてどうでもいいじゃんって思われるかもしれないんですけども、まあ、この違いが言えたらですね、まあ、映像クリエーター同士とかでですねおこいつ結構できるやつじゃんって思われるかもしれませんし あとはまあ何よりですね、カラーコレクションとグレーディングの違いがですね、まあ、明確に分かれば、まあ、映像のカラーへのですね、意識がちょっと変わると思いますので、この違いをですね、覚えていっていただければなと思います。 はいということでですね今日はカラーコレクションとグレーディングについてなんですがもともとこの2つの用語はですね、まあ、カラリストって言われる、まあ、フィルム映画とかですね、まあ、映像とかのカラーを調整するこのプロフェッショナルな人たちがいるんですけども、まあ、その人たちがですね、まあ、カラー調整のこのワークフローの一つのこう工程としてですね、まあ、カラーコレクションとまあグレーディングっていう作業があるんですが まあそのカラリストって言われるプロたちしかこうカラーの調整っていうのは昔はできなかったんですけども、まあ、今はですねもうデジタルに変わったりコンピューターカメラですねソフトウェアとかもう劇的なその向上によってまあ僕たちみたいなです、ね、映像クリエーターでもカラーをこう扱えるように。 なってきてきですねで、まあ、実際にこうあんまり知識がなくてもですねある程度のカラー補正とか、まあ、映画のようなルックとかですねそういったのをこう再現できるようになってます、まあ、あの全然関係ないんですけどもカラー調整をですねしている時に、まあ、いっつも思い出す言葉があってですねあの少し前に海外でこう武者修行をしている時にそこそこベテランのカラリストの人がいたんですね。 でその人がもう僕によく言ってたんですけどお前たちが、まあ、俺たちのこのカラーリストの仕事を奪っていくんだろうなみたいなことを言ってたんですよね。実際にそれから数年経ってですねほんとにこう映像クリエーターがカラーにですねかなり干渉して、まあ、撮影編集グレーディングっていうのをですね自分たちでできるようになるぐらい、まあ、ここ何年かでですね、まあ、カラーに関してはですね身近なものになってきてます。で、まあ、ここからが本題なんですけどもカラーコレクションっていうのはですね、まあ、分かりやすく言うと 元々ある映像データ、まあ、プログラムですね、それを修正したりとかですね、まあ、きれいにしてフラットな状態ニュートラルな状態にするっていうのがカラーコレクションです。で逆にこうグレーディングっていうのはそのフラットな状態ニュートラルな状態の映像にストーリーとか作者の意図に沿ってカラーをこう変えていく。 えっていうのがググレーディングになります、まあ、要するにですねカラーの最終工程で行う全体的なルック、まあ、カラーですねを決めていくっていうのがですねグレーディングになりますで、まあ、僕たち映像クリエイターはですねこの2つを組み合わせてカラーグレーディングってまあ呼んだりしてるんですよねだからまあ多分こうごちゃごちゃになって、まあ、2つとも同じような言葉として同義語にされてるのかなと思います。ここかからはででですすすねね実際に映像をこう並べてです、ね、よりり違いが分かりますので 解説していいいきたいと思いますまずですねローフッテージ、えーまあ、これはまあログデータローの動画じゃないんですけどログデータになるんですが、まあ、全体的にこうコントラストサイドも低くてですね不完全で、えーまあ、まずですね納品はできなないい状態かなと思いますで次にですねカラーコレクションしたデータですでこれがですねコントラストサイドホワイトバランスとも、まあ、にですねニュートラルな状態で、まあ、いい状態ですね で、これはこれでこう納品してもいい状態だと思うんですが、まあ,あの芸術面で言ったらですね。まあ、どうかな？というところで、まあ、例えば何を伝えたいのかまあ、何をこう見てほしいのかっていうのがまあ、いまいちですね。わからない状態かなと思います。で、次にグレーディングした映像です。で、この映像ではですね。自分はまあ特にこう桜と空の色ですね。を見て欲しかったので、まあ、桜の色と空の青さをですね。特に意識して出しています。 そして、まあ、モデルの肌の色のトーンっていうのもですね、上がるようにちょっと意識してますね。まあ、このようにですね、カラーコレクションとグレーディングには明確な違いがあるのが分かったと思うんですが、まあ、あの知っているからまあどうという話ではないんですけども、この違いがこう分かっていればですね、まあ、映像を作っていこのワークフローの中に、このカラーコレクションとグレーディングっていうのが 入れれるんですよ、ね、頭の中でですすよねね頭の中そのことによってですね、まあ、カラーへの意識も高まりますしじゃあカラーで何を伝えるかっていうところまで、まあ、意識がこう持っていけると思うので是非、まあ、ですねこの違いを考えながら、まあ、カラーコレクションとグレーディング、まあ、要するにカラーグレーディングですねを行っていただければなと思います。ということでですね、まあ、今日はちょっと以上になるんですがあの明日の動画でですね、まあ、CM になりそうなかっこいい B ロールのですね映像を 制作したんですねでその制作の工程とですねビハインドシーンなんかもですね絡めながら解説していきたいなと思ってますので明日の動画もですねお楽しみにいただければなと思います。ということでですね今日は以上です。ではバイバイ